私の名前は霧雨マリサ。魔法使いだ。魔法使いと言ったら強いって思うだろ。だが、私はそうじゃない。私は、弱い。さあって暇だし霊夢のところにでも行くか。マリサ。ん？お、キルノじゃないか。久しぶりなんだぜ、どうしたんだ。お前も霊夢に会いに。と思っていたキルノに油断し、何もできず敗北してしまった。今回だけじゃない、今までにも結局戦いでは役に立たず、このままでは、いつ幻想郷が支配されるかわからない。それは今、みんなもきっと感じていることだろう。このまま私だけ何もしないんじゃ、きっと霊夢も私を戦場の場から退場させるだろう。みんなの、霊夢の、役に立ちたい。何ぼーっとしてんの。アリス。久しぶりね、マリサ。そうだな、なあ。アリス。どうしたのよ。私は強くなりたいんだが、どうすればいいと思う？そんなの腫瘍しちゃえばいいじゃない？そうは言っても何をやればいいか。ミマさんにでも会いに行ったら。ミマさん。お師匠さんか、いや。行方がわからないし、どこにいるのか。そっか、じゃあ私が腫瘍してあげるよ。え？何驚いてんのよ。だってアリスがそんなこと言うなんて。そんな変なこと言ったかしらね。じゃあ、始めるわよ。お願いします。ソフィアチャンネル。はい、それでは腫瘍を始めたいと思います。はい。まあ腫瘍といっても重力100倍に耐えるとか、重いもの背負いながら畑仕事するとか、そういうのではありません。どっかの漫画であったような内容だな。マリサにしてもらうのは、あらゆるタイプのモンスターと戦ってもらいます。モンスター。そうです。モンスターによっては、炎、氷、雷といった属性タイプ、毒、麻痺、暗闇などの状態条件を扱うタイプ、物理や魔法、懐中電、空中電など、あらゆる種類のモンスターと戦ってもらいます。そうすることにより今後どんな敵が現れても、その環境や状況に合った戦い方ができるようになります。なるほど。戦っていくうちに自分に何が足りないのか、分かってくるはずよ。それとマリサはどのくらいの技を持っているのかしら。そうだな、マスタースパーク。そういえばよく使ってたわよね。あとはマスタースパーク。気のせいかしら。他にはマスタースパーク。それしかないのかよ。まあいいわ、これから覚えてもらうし。ほら、早速来たわよ。こいつはミミックね。まあこのエリアの中では最弱クラスね。早速倒してみて。余裕なんだぜ。なんか RPG みたいになってんぞ。細かいことは気にしないのよ。ほら戦って戦って。わかったんだぜ。12、私よっぱ。マリサの武器は放置だからね。次は魔法を使ってみて。はいよ。魔法3つしかないのかよ。最初はそんなもんよ。レベル上げていけば魔法も技も覚えるわよ。隣の数字はなんだ。魔法や技を使用するには MP を消費するわ。この HP の隣のやつか。そうよ、 MP がなくなると魔法や技が使えなくなるから気をつけてね。 MP を回復する方法はないのか。あるわ、アイテムで回復したり、セーブポイントに行けば全回復できるわ。セーブポイントって何？とりあえず相手は攻撃してこないみたいだから、今がチャンスよ。わかったんだぜ。くらえ、サンダー。よっしゃー、楽勝だったんだぜ。まああの敵は弱いからね。さてメニュー画面を見てみましょ。そうすると持っているアイテムや自分のステータスが見れるわ。豪華。アリス強すぎじゃね。そんなことないわよ。私ってこんなに弱かったのか。しかも3サイズとか知りたくねえわ。とりあえず説明するわね。さっき言ったようにメニュー画面を開くと、所得してるアイテムや装備、覚えている魔法や技、自分のステータスが見れるわ。この PHS ってなんだ。これは電話ね。電話すると他のキャラを呼ぶことができるわ。へえ、じゃあ霊夢とかも呼べるのか。必ずではないけどね。まあ後ででもいいか。魔法を見てみて。マリサの覚えてる技を見てみましょ。あれ、私マスタースパーク以外の技覚えてる。単純に MP がなくて今まで使えなかっただけね。なるほど、じゃあ技とかはレベル上げていけば覚えるのか。個人差はあるけど、そうね。じゃあとりあえず少し強そうなのと戦おうっと。じゃあ少し奥地に行きましょうか。あっちの方が強いモンスター多いわよ。早速行くんだぜ。さあ着いたわよ、ここなら思いっきり戦えるわ。よっしゃ。マリサのためにエンカウント率アップにしてあげるわ。なんだそれ。モンスターと遭遇する確率のことよ。ほう。待てって、まず曲が違うし明らかに別でね。あららら、あららら言ってる場合じゃなくね。とりあえず戦いましょう。乗っかけたらきっと10レベル以上上がりますよ。マジで言ってんの？そうなら私の技ぶち込んでやる。
暗い。また、怖く。息しか食らってねえぞ。無理だろ、絶対。は？寝ておってあれ、無理無理無理。やめてくれー。カンストしてんじゃねえか。ちくしょう。違うゲームじゃね。おい、アリス。はいはい。はいはいじゃなくて真面目にやってくれ。その後、私は戦い続け、気づけばレベル80にまで達していた。どのくらいの強さになったかというと、まあ見ててくれ。まあ山一つ破壊できるレベルまで行っちゃったんだよな。もしかして幻想郷で一番最強なんじゃね。アリスはどこに行ったかって、疲れたから帰るってさ。まあとりあえず、化け物扱いされると怖いから、みんなには黙っておこうっと。ここだ。この先に新たなる力が、まだだ。あたいの復讐はまだ終わっていない。ふん。ふふふ、懐かしいわね。この力。ようやく取り戻したわ。ちょっと試しに放ってみようかしら。アポカリプス。寝れないわね。最近戦うことが多くなったわね。やはり幻想郷に何か異変が起きてるのかしら。チルノ、あいつは確かにいつもバカやってるけど、みんなに危害を加えるようなやつじゃない。単純に今までバカにしてたことで腹が立ったのか、それとも何かに操られてるとか。はぁ、あ、考えても仕方がないか。マリサやみんなは何してるのかな。チルノの件から1ヶ月くらい会ってないわ。マリサは修行だろうな。私もあれから修行してたけど、なんか怖いわね。いいえ、みんなを失うことの方が怖いわ。一応みんなの動きを把握しとくか。下手したら仲間だった人も敵に。はぁ、寝なきゃ。あったわ。やはり私が思っていた通りね。このままだと幻想郷が危ないわ。私もいろいろ準備しておく必要がありそうね。デミーやフランならまだ大丈夫だが、白夜や私も戦うことになりそうね。白夜の戦力を高めておくか。白夜ー、はーい。珍しいですね。いかがなされましたか。白夜、はい。今から行ってきてほしいところがあるの。え、今からですか。もう夜中ですよ。いいから今すぐ行きなさい。はいー。それで、場所は。場所は。ふう、噂だなー。もう何ヶ月もみんなと会ってないな。霊夢やマリサは元気かしら。今度会いに行こうっと。そういえば竜子様はどこに行ったんだろう。まあ、いっか、剣術の修行、修行。まずい状況にありそうね。みんなも感づいて力を身につけ始めたみたいだけど、天界でも冥界でも地獄でもない、外来者がいたわけでもない、結界も無事。一体どこから。とりあえずゆゆ子には動いてもらってるから、しばらく様子を見るとしましょう。まさかこんなことになるなんて、夢であってほしかった。でも現実は違った。みんなごめんなさい。